さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。その先よくチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今日もですね、いわき市アンモナイトセンターに体験発掘、参加するために今向かっているところなんですが、まあ、前回来た時は自分家の方が天気が悪くて海側が天気が良かったんですけれども、今日はですねその逆で、自分家の方は雨降ってるのが上がってこう晴れてきたんですけど、海側がちょっと今日一日ちょっと微妙な空模様なんじゃないかなっていうところなんですけど、今海側に出てきたところなんですけど、まあ、一応青空は見えてるんですけど、こちら海側はすごい晴れてるんですけど、こっち側ですね、ちょっと山側はまだまだちょっと雲が多くて、こう低く雲が垂れ込めてて雨が降っている感じなんですよね。なのでちょっと、まあ、体験発掘中に雨が降り出すとか、午前中ちょっとまた雨が降ってきて体験発掘がダメになっちゃうとか心配はあるんですけど、まあとりあえず会場に向かっていっています。はい、先週はずっと土日雨 で昨日もちょっと結構雨降ってたんで、まあ、この辺がこう水たまりになってるんですけど、まあ、体験発掘場はほぼほぼ乾いてる感じですね。まあ、ちょっと濡れてますけど、そんなびっちょびちょではない感じですね。で、前回来たのが2週間前ですけど、その時より明らかにこの辺にあった石が小さくなってるんで、まあ、先週は多分雨でやってないはずなんで、まあ、平日にどっかの、まあ、小学校とかが来て、探検発掘やったりするそうなんですが、まあ、そういう関係と、あとまあ職員さんが砕いて、小さくなってるのかなっては思いますが、まあ、今日もあの辺の石を狙って掘っていこうと思います。さあ、それではこれから探検発掘に入りますけども、いい作品が撮れるように気合い入れて入っていくよろしくお願いします。じゃあ行きますよ。はい、いい化石を掘るぞ。おお、どうぞ。濡れ
知らなかったっていう。というわけで午前中の滝薬通終わりました。で、まあ成果としては一応アンモナイトが2個出ましたね。はい。で、一つはまあちっちゃい、まあいつも出てるような、ちょっと種別はわかんないんですけど、アンモナイトとこちらですね、まあ2枚ないかアンモナイトかちょっと微妙だったんですけど、まあちょっと詳しい方に聞いたら、まあ一応アンモかもしれないということなんですね。で、アンモの中でもいわゆるこう綺麗に巻いてるやつではなくて、いわゆるこうトムロを巻いてるような、アンモナイトなんですけど、ユーボストリコセラスというものかもしれないっていうことなんですね。ただちょっとこう埋まってるので周りをこう綺麗にしてみないとはっきりわかりませんけど、まあアンモでしょうということですね。はい。ちょっとまあ、お昼食べてから、クリーニングやってみようかなと思います。というわけで午後の部分も終わりました。で、午後の成果なんですけれども、まあなかなかいいものが出なかったんですけど、残り15分くらいになって、はい、こちらドーンと、はい、ポリプチコセラスというですね、まあ色巻きの仲間なんですけれども、こう渦を巻いてなくてこの U の字になってるんですね。で、まあ、これ結構かなり保存状態が良くて、これ表面がちゃんとあの結晶状になってる感じにこう光ってるんですよね。はい。非常に状態がいいということで、まあ、こう来て U の字に曲がってて、おそらくここで終わっちゃってるのかなっていう感じがしますけど、まあ、後でクリーニングしてみて、ちょっと調べてみますけど、
レアモン取ったどーといったとこですかね。それからもう一つ、まあ、アンモナイトの完全な形は見えてないんですけど、この真ん中のとこですね、はい、ここにあのアンモナイトの化石の特徴であるあの縫合線というのが出てます、はい、でどういうアンモナイトが入っていくか全くわからないんですけど、まあ、これもちょっとクリーニングして、何が入っているかをちょっとまあ調べてみたいですね、はい、というわけで、まあ疲れたんで帰ります。はい、はい、というわけで帰ってまいりました。はい、今日も疲れましたね。まあ前回と違って、左手をハンマーでぶったたいたりはしてないので、今回はまあその痛みはないんですけど、まあ午後の部ですね、終了15分前になってようやくアンモナイトを見つかったんですけど、まあ最初 見た時あのなんていうんですか、蛇腹になってこう曲がってるストローがありますけど、あれに一瞬見えたんですよね。でまあよくよく見ると、まあそのいわゆる、ヘアピンみたいに U の字にこう曲がってるポリプチコセラスだったわけですけれども、まあこれですね、やっぱ非常に、はい、気になるので、まずは取り急ぎにクリーニングしてどこまで入ってんのかをこうね見てみたいんですけど、まあポリプチコセラスっていうアンモナイトがまあどんな形をしてるかって、まあこう今言ったように U の字なんですけど、まあこんな感じですね。はい、まあアンモナイトはこの、一番先っちょの方、まあ、これでいう先っちょの方からこう成長していって、で U ターンしてさらに U ターンで、まあ一応非常巻きのあのカテゴリーに入るんですけど、まあこれはあの規則正しくこの形に必ずなるらしいんですね、ポリプチコセラスっていうのは。はい、まあでもこの当時ですね、まあ、8900万年前にこの形で海の中を泳いでるっていうのはどうも想像できないんですけど、まあ世の中にはまあ不思議な生物がいるもんですね。はい、それからもう一つ、こちらですね。はい、わかりますかね、この中央にあの葉っぱのシルエットみたいな白い線が入ってるのが見えると思うんですけど、まあ、これがあのアンモナイトの化石独特のあの縫合線っていうやつですね。はい、でこれが何のアンモナイトなのかがちょっとまるでわかりませんけど、果たしてこれも中にどのくらい入ってるのか、まあそのうちクリーニングしてみたいと思います。はい、まあ今日は土曜日なんですけど、まあ明日も大研発掘やってるわけで、まあこんな素敵なものが取れちゃうと、まあもう鼻先に人参ぶら下げた馬みたいな状態になっちゃいますから、明日もまあ勢いでいきそうになるんですけど、まあちょっとそこは自重したいとは思うんですけどね。まあ明日になったらですね、またいわきの方に車を走らせてるかもしれないですけど、そこはね、まあ落ち着け俺ということで、まずは落ち着いてこの、はい、ポリプチコセラス、まあ神々になっちゃいますけど、こちらの方をね、まずクリーニングしてみたいと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお持ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。